改めまして、ミクルくんです。時間が30分しかないということで、リハーサルも昨日やって、もう次の曲で最後の曲なんですが、一個、まあお話ししておきたくて、このステージに応募させてもらったっていうのがあります。まずね、俺はこのマリンメッセの企画をウェブニュースで見た時に、うわすげえと思ったんですよ。それはね、俺らみたいなアーティストはワンマンでこんなとこ立てないし、自分らでね、ワンマンできるようなことはできないけど、まあ応募したいなと思って、まあ、しばらく募集要項出てこなかったんだよね。それでも待って応募しようと思って、待って見てみたら、出演者謝礼など、出ません。交通費も出ません。このイベントってきっとすごいイベントなんやけど、俺らが主役なんじゃないんかなと、ちょっと混乱することがいろいろ、ここまでの日に、この日を迎えるにあたっていろんなことを考えることがありました。なんやろね、ここで今ね、その出演料がないから、その承諾の上もちろんこう応募したいけど、だからそのことを言ってるわけじゃなくて、音楽の街福岡市ってずっと聞いてるけど、それって誰にとってって思いますか？みんな結構売れてる人たちにとってなんですよ。俺らみたいな、俺はね、まだね、音楽で生活してゆとり持って結構ギャラも何十万、いい時は100万以上もらう時もある。たくさんいる中でね、俺は福岡という街で音楽をやって、どうしてもステージで歌いたいです。ギャラなんかやりません。そんな時期からゴミのように扱われてきました。本当にこんなことがもう、僕らの後輩たちがね、アーティストとしての価値を認められないようなステージなら、大人たちは金稼ぎのためにやめてくれと。俺はこんなとこでこんなこと言うと多分誰も思わなかったやろうけど、俺はこれをね言いたい。プロモーションのため提供するからお金あげない、アルバイトより下だからね、それって。そんな中でも俺らは十何年も福岡という地で、そして東京にも上って音楽というのが大好きで、まあいつかはこのステージのワンマンというのを夢見て戦ってきてます。批判してるわけじゃなくて、大人たちがアーティストの価値をないがしろにしないでくれって真剣に思う。マジで言ってみたらね、今日弁当もケータリングもないんだよ俺ら。そんな経験、選ばれたこの10組がしてるんやって、ファンのみんなどう思うよ。この世の中がアーティストに対して価値を低くしてる。みんな価値を持って、プライド持って、誇り持ってやってるから、このステージみんな挑んでると思う。ちゃんと本当にありがとうございました、そんな気持ちももちろんありますよ。こんなとこ自分で立てんもん、客も呼べんし。でもね、俺らも仕事としてやってる、家族に飯食わしてんだから、音楽で一緒に預かってくれないかな。高島師匠これ聞いてくんないかな。こうやってね、頑張ってる、底辺で頑張ってるアーティストに寄り添ってもらえる、それを僕は願ってます。ギャラなんかも自分で稼げるから正直いらないけど、ちょっとだけでももっと寄り添ってほしい、ゴミみたいな扱いしないでほしい。それを伝えなかったけどね、そうやって生きてきた中でなんとかなってきた、これからもなんとかなっていくと思う。でも俺はもう福岡市から呼ばれなくてもいいもん、自分でやっていけるから。けど
変えてほしくて YouTube でも今生配信してるからこんなチャンスめったにないよと思って喋る時間を作りました。まあ本当にこういう思いが、こういう叫びを持ったアーティストがファンサがいるってことを忘れないでください。俺も含めね、しっかりビジネスとして仕事としてやってます。学生じゃねえんだから、勉強してるわけじゃねえんだからという誇りを持って、最後にこんなこと言ってもなんとかなりやるって気持ちで最後の曲届けます。きっとなんとかなるやろう、なんとかなってきてやろう、ほら今の気持ちよ、俺この気持ちを変えることが、笑うことができるでしょう。すいません、なんか空気悪くしちゃったけど、まっすぐな気持ちを歌いたいって思いは本当にずっと変わんないから、よかったらこれからもビールくれよろしくお願いします。ちょっと力を抜いてさ、もっと楽に行こうや、まだ一生は人それぞれに苦しみはあるだろうけど、なんとかなってきたから、ここまで生きてこれば忘れてなるようになってきたわけではないけど、写真でも後悔しない、ごめんけどそんな風に思えない、だって今日一日でなんとかなることなんてそう簡単にないから、でもきっとなんとかなるやろ、なんとかなってきたやろ、もうダメだと絶望でも悩んでもなるようになるやろ、きっとなんとかするやろ、また生きるやろ、ほら今の気の持ちよう、でこの気持ちを変えることが、ステージを強化した、またお願いします。ありがとうございました。ビークルクでした。